どうもこんにちは、ストックさんのヨノです。今回からですね、新シリーズで害虫のコツみたいなトピックをお話ししていければなというふうに思ってます。というのもですね、結構ストックさんの認定パートナーだったりとかディレクター陣の皆さんから、ヨナさんどうやってマネジメントしてきたんですかみたいな話だったりとか、外部の人からも結構いろんな業務委託のメンバーがいて、どうやってマネジメントしてるんですかみたいな話超聞かれるんですよ。その時に僕答えてるのが、あんまりマネジメントっていう感覚ないんですよねみたいな話してて、これって普通に一般的な言葉じゃないかもしれないけど、外注力みたいな感じの言語でイメージしてますという風な話をしてですね、この外注力みたいな話をすると結構なるほどみたいな感じで好評いただくんで、ちょっとシリーズ化してお話ししようかなという風な経緯ですというところですね。よく一般的に言われる課題としては列挙していくと、なんで毎回外注先が言うこと聞いてくれへんのみたいな話だったり、あと何回外注先変えてもうまくいかないっすよねみたいな話だったり、このデザイナーさんだったりとか何でもいいんですけど、求めるアウトプットと全然かけ離れてるんですよねみたいな話だったりとか、あとこれはちょっと難しいんですけど、どっかめちゃくちゃ優秀でコスパいい業者ないかなみたいな感じで一生探してる人だったりとか、こういう現象を見てると、それって発注者側に問題があるよねっていう風な観点も持った方がいいんじゃないかなと思ってて、そこのキーになるのが外注力かなっていう風に考えてますというところですね。もうちょっと具体的なよくある間違いみたいなところをお話していきますね、よりイメージをつけるために。まずは会社員の方とか多いと思うんですけど、とりあえず大手に発注しといたら安心、歴が長い会社だったら安心みたいなことを思ってる方もいると思うんですけども、これって裏を返すと大きいところほど手の抜き方を知ってるっていう見方もできるんですよね。大手で失敗してうちに相談していただいたっていう方も、そんな感じの失敗ケースが多いような気がしてます。なので大手とか歴の長いところに頼むんだとしたら、要は単価がめっちゃ高いところですね、全力を出し切ってもらうようなテクニックがないと結構失敗する確率ってあるんじゃないかなというふうに思ってます。例えばですけど、最近の動画でもよく言ってる担当者ガチャ問題を防ぐための方法みたいなのとかね、そういうちょっとしたテクニックも持てるといいんじゃないかなというふうに思ってたりとか、あとこれはあんまりもう今の時代いないかもしれないですけど、外注先には割と何言ってもいいよねみたいな感じの方ですね。横柄な態度パターンなんですけども、これって逆にめちゃくちゃ丁寧に接するような発注者っていうのもまた少ないんですよ。ということは、発注サイドからちゃんと丁寧な態度で叱るべき情報をちゃんと提供するみたいな接遇ができるとですね、発注者間での差別化っていうのができると。要は外注先さんから見て、外注先って要は自宅の会社なんで、いろんな会社を支援してると、その中であなたの会社をちゃんと優遇してもらえるみたいな確率がめちゃくちゃ上がるのかなみたいな話があったりしますね。あとお金さえ払っちゃえば丸投げ OK みたいなパターン、これも結構自分ではそういうつもりないんだけどやっちゃってるみたいなケースはしばしば見受けられるというところですね。当然ながら丸投げだと失敗確率は上がります。いろんなプロジェクトとか見てて、これはもう確実に言えるかなというところですね。丸投げしないっていう風な話って、要は発注者の介在価値を出すっていうところなので、それは何でもいいんですよ。一番分かりやすいのはお金とかインセンティブとかっていう話なんですけども、この業界の情報をしっかりと丁寧に伝えるだったりとかでもいいですし、自分の会社のお作法は実はこんな感じなんで、あらかじめ注意しといてくださいねみたいなのを丁寧に伝えておくだったりとか、そういう少しの配慮でめちゃくちゃ外注先さんが働きやすい環境って作れるんで、そういうところもお伝えできたりなとか思ったりとか、あと4つ目によくある間違いとして、教育は外注先には不要みたいな固くなな考えを持ってる人もいるんですけども、これもちょっとそんなに割り切る必要はないよねって個人的には思ってたりとかしてて、外注先の吸収力っていうのも立派な能力なんだなっていう風に年を経るごとに思ってきてるっていうところなんですけども、最初当然ながら提案した部分、例えば SEO なら SEO、 制作なら制作みたいなところのスキルっていうのは当然ながら担保してほしいんですけども、他の聴取感だったりとか広告面のところって言えることないですかねみたいになった時に、ちょっとまだ経験浅いんですけどキャッチアップして進めてみますみたいな、そういう柔軟な動きをしてくれたりとか、吸収力だったりとか地頭っていうところも立派な能力なんですよっていうところは、割と若い会社に発注するだったりとかフリーランスに発注するみたいなケースがあった時には頭に入れておいた方がいいんじゃないかなとか、こんな感じで一般的にこういう間違いをしているみたいに対して打ち手みたいなのをどんどんシリーズの中でお伝えできればなというふうに思ってます。そもそも論に戻って、僕が言ってる外注力の定義みたいなところ
ものなんですけども、僕の中では3つに分類されてて、1つはミスマッチを防ぐための選定力ですね。超ポンコツな人にとある要望しても絶対遂行してくれないんで、そこはやっぱり大事かなと。ちゃんとした業者を選定できるようになりますというところが1つですね。2つ目が伝達力ですね。自分の事業の状況だったりとか、あるいは今回の依頼の要望っていうのをちゃんと言語化する能力っていうのはめちゃくちゃ外注において大事なので、外注先さんにしっかりと伝わるようにするためにはどうするかだったりとか、外注先が気にしてる情報って何なのみたいなところをウェブ業界に絞ってにはなると思うんですけども、話できればなというふうに思ってます。3つ目が監督力、目標を達成するためにしっかりミッションを最後まで遂行してもらうっていう力ですね。例えばですけども、さっきもちらっと出てきたんですけども、その業者さんが本当は10持ってるんだけども案件抱えすぎててだったりとか、他に案件に実は注力しててみたいなのを、自分の案件を優遇してもらって、この会社にはしっかりコミットしたいみたいなのどうしてもあると思うんで、その時に自分の会社の優先度を上げてもらうための方法だったりとかですね、そういうところが上がると監督力も高い発注者だよねっていう風に評価できるかなと思います。つまり外注力って結構社員さんにも適用できるかなと思っていて、採用力みたいなのと近しいなとかはちょっと思ったりしてるんですけども、その辺は細かいところは一旦置いておきましょう。なんで外注力が高いとどんないいことがあるのっていうと、当然ながら自社のチームが強くなってプロジェクトの進行もスムーズになりますと。かつ外注力がない場合と比べて無駄な費用が圧倒的に発生しない話だったりとか、あと場合によっては低予算でもハイレベルな、その予算だと本来受けてもらえないはずの業者さんに受けてもらうための方法が見つかったりとか、あと自分の案件を優遇してもらいやすくなる、こういったメリットがあるので、ぜひシリーズ通して見ていただけると嬉しいかなというところです。最後になるんですけども、このシリーズやろうかなと思った狙いとしては、一つは冒頭に申し上げた通り、いろんな方から質問いただくことが多いんで、属さんのメンバーにもできれば見てもらって、チームの力っていうのが上がると嬉しいなっていうところが一つあります。二つ目が発注者の皆様に対して基本的に情報発信するようなシリーズなんですけども、ちゃんと業者を選定するコツだったりとか、言い方選ばずに言うと使い倒すコツみたいなのを知ってもらってですね、どんどんプロジェクトの成功角度を上げてほしいですし、あと選定力が高まれば高まるほど、属さんの強いパートナーにとっては有利になるんじゃないかなというふうに思いますっていうところですね。ざっくり言うと大きくこの2つが狙いになるというところですね。属さんでは実は指名なしで問い合わせいただいて、もしパートナーから希望があった場合には限るんですけども、社内でコンペをできるみたいな制度を設けてですね、できるだけ公正な競争でしっかりと業者を選んでほしいっていうのは一つコンセプトとしてあったりするので、そういった意味でも発注者さん向けの情報提供っていうのは僕らのコンセプト上価値が高いんじゃないかなっていうふうに思ってますし、僕もいろんな発注経験があったりとか発注してる人を見てきてるので、その辺は実体験に基づいてお話できるんじゃないかなとか思ってます。というわけで本日は割と抽象度高いお話だったんですけども、次回から具体的なお話もしていければなというふうに思ってます。本日は以上になります。ありがとうございました。